ジャムステックの試験です、残念ながら増水器が使えなくなったので、あの増水器のテスターが使えなくなったので、このように、ペットボトルの中にフィルターを通して、このバケツで水を汲んで、海洋プラスチックの有無を調べたいと思います。ちょっと簡易式の検査装置なんですが、今これしか方法がないんで、これで、このフィルターがこの中に入ってます。このフィルターにどのぐらい、海洋プラスチックが引っかかるかをテストしたいと思います。